ウッツロジャーズは、イギリスの私略船の船長、後に、初代バハマ総督。ダニエル・デフォーの、ロビンソン・クルーソーに影響を与えたと考えられている、アレキサンダー・セルカークの救助者であり、バハマ総督として、黒ヒゲラが君臨した、ナスソーの海賊共和国を制圧したことでも知られる。ロジャーズは裕福な船乗りの家の生まれで、プールとブリストルで育ち、その後、 ブリストルの船長の下で見習い水夫として働き始める。父親は多くの船を所有していたが、ロジャーズが20代半ばの頃に亡くなり、家業の海運業から離れた。1707年、スペイン継承戦争に伴うイギリス側の市役船の船長だったウィリアム・ダンピアと知り合う。そして、ロジャーズは2隻の武装船、デューク号とダッチェス号からなる船体を率いて出発した。 三年間で、ロジャーズとその部下たちは、太平洋上で、いくつかの船を打破し、途中、年2月1七百九年二月一日に、ファン・フェルナンデス諸島で、セルカークを発見し、救助した。七百十一年十月に、世界一周を成し遂げて、イギリスに帰国を果たし、これは船や仲間の大半も維持しており、出資者には、出資額の二倍の利益を出すなど、この後悔は、 成功を収めた。また、出版された、セルカークの救助などを記した、後悔の記録は人気を博し、国民的英雄となった。しかし、太平洋での戦いにおいて、弟が戦死し、自身も不可で追い、さらには、イギリス東インド会社や、帰国時の利益の分配でもめた部下たちから訴訟を起こされ、最終的には、破産を余儀なくされてしまった。その後、 海賊ハンターとして再起を図り、1718年、ジョージ一世より、当時カリブの海賊たちの拠点であったナッソーの奪還の使命を帯びて、初代バハマ総督に任命された。王の恩赦による雨と軍事力の無知を用いて、かつて黒ひげのボスで有力な海賊船長であった、ベンジャミン・ホーニゴールドラを指揮下に収め、海賊共和国の壊滅を果たした。 四国同盟戦争に橋を発するスペイン軍による侵攻の危機にも見舞われたが無事にバハマを防衛する。しかし、これら防衛予算で財政問題を起こし、イギリスに帰国した折には、低督解任の上に借金を理由に投獄された。チャールズ・ジョンソンによる海賊誌によって、再び国民的英雄として脚光を浴び、1728年、 ジョージ2世より、バハマ総督への再任を受けた。その任期中の1732年、健康を害して、認知のなすうにて亡くなった。53歳没。ウッツ・ロジャーズは、小船長として成功したウッツ・ロジャーズの長男であり、後取りであった。多くの船の所有権を有していた父は、1年のうち9ヶ月を、ニューファンドランド島の漁船団で過ごして、留守にしており、ロジャーズは、 幼少期をイギリスのプールで過ごして、その地元の学校に通っていたものと推測される。1690年から1696年の間に、一家はブリストルに移住した。1697年11月、ロジャーズはブリストルの海社ジョン・イー・マンズに見習い水夫として弟子入りし、船乗りの技術を学んだ。この時、ロジャーズは18歳であり、 これは7年を要する、見習い水夫となる年齢としてはいささか年長であった。ロジャーズの電気作家である、ブライアン・リトルは、この来歴は、ブリストルの開示社会の一員になるため方法であり、ロジャーズが、町の自由民、すなわち投票権を持つ市民になるのを可能にしたのではないかと示唆している。リトルはまた、ロジャーズが、ニューファンドランドの船団のイーマンズの船で、 開示経験を積んだ可能性も示唆している。1704年11月に、ロジャーズは見習い生活を終えた。翌年1月、ロジャーズは隣人で、親しい関係にあった提督ウィリアム・ウィートストーン教の娘である、サラ・ウィートストーンと結婚した。ブリストルの名士である、ウィートストーン家と遠赤関係になったことで、ロジャーズは、町の自由民となった。1706年、 父が海で死亡し、船舶と事業をロジャーズが継承した。1706年から1708年末にかけて、ロジャーズとサラは一人の息子と二人の娘に恵まれた。ウィリアム・ダンピア1702年にスペイン継承戦争が起こった。イギリスは海上での主要な敵国であるフランスやスペインに対抗するため、多くのブリストルの船に試略免状を与えることで、 彼らが敵船を襲撃することを許可した。ロジャーズ家が所有する船についても少なくとも4隻に死略免状が与えられた。そのうちの1隻、ロジャーズの岐阜にちなんで名付けられたウィートストーン・ガレー号は奴隷貿易のためにアフリカへ向かう前に免状を受け取っていた。しかし、この船はアフリカに到着する前にフランスに打破されてしまった。ロジャーズは他にも フランス絡みで損害を被ったが、これらの度合いについては辞書に何も記していない。ただ、これら損失を回復する手段として、ロジャーズは、死略戦事業に乗り出した。1707年末に、ロジャーズは、父の友人で航海しでもあったウィリアム・ダンピアより、スペイン戦を狙った死略戦の遠征に誘われた。これは、 実は窮地に陥っていたダンピアが自分のキャリアを守るための動きであった。この頃、ダンピアは太平洋に出ていた二隻の主力船の遠征事業より帰還したばかりであったが、船食い虫から船体が守られていなかったというダンピア自身の過失によって最終的に二隻どもに沈み、その前には反乱も起こされていた。これを知らなかったロジャーズは誘いに同意してしまった。 活動資金は、クエーカーのゴールドニー家のトーマスゴールドニー2世や、後に公開協議会の会長となるトーマス・ドーバー、ロジャーズのギフなど、ブリストルの面々から出資を受けた。ロジャーズは2隻のフリゲート艦、デューク号とダッチェス号からなる船体を率いることとなり、自身はデューク号の船長として3年かかることとなる地球一周の航海へと出た。年月日に、 ブリストルを出港した。ダンピアは、ロジャーズの航海士として同船した。ロジャーズの航海は、様々なトラブルに見舞われた。ブリストルからの船員の40人が脱走、または解雇することになったため、アイルランドに1ヶ月滞在し、補充要員を募集して、航海の準備を行った。船員の多くは、オランダ人やデンマーク人、あるいは他の国の外国人ばかりであった。 ロジャーズが中立国であるスウェーデン船の略奪を禁じた際には一部の船員が反乱を起こした。反乱は鎮圧され、ロジャーズは首謀者を無打ちにした後に鉄折に監禁し別の船でイギリスへ送還した。軽度の共謀者には廃棄を減らすなどの罰を与えた。船は南アメリカ南端の極寒のドレーク海峡を突破しようとしていたが、 防寒着とアルコールの用意が不十分だとすぐに気がついた。校舎がより問題だと考えられており、まずはテネリフェに立ち寄って地元のワインを買い込んだ後に船の毛布を防寒着に縫い付ける招置が取られた。そして船は困難な太陽管横断を経験した。ロジャーズによれば船団は南海62度あたりを航行するのを余儀なくされ、我々が知る限りそこは まだ誰も来たことがない最南端の場所であったと記す。彼らの航路の最南は南アメリカ大陸よりも当時まだ未発見であった南極大陸に近いほどであった。ヤギの川に身を包み救助を待つセルカークの彫像。トーマス・スチュアート・ブルネット・サクロジャーズは解決病を防ぐために船にライムを乗せていたが、これはまだ当時は一般的な観光ではなかった。太平洋に着いた時には、 ライムの備蓄は枯渇し、7人がビタミン欠乏症で死亡した。そこでダンピアはまだ一般に知られていなかったファン・フェルナンデス諸島に船団を案内し、そこで新鮮な食材を調達させた。1709年2月1日、ロジャーズたちが島に近づいた時、岸辺に焚き火を発見し、スペイン船が滞在しているのではないかと恐れた。翌朝、 ロジャーズは一行を上陸させ確認させると、焚き火の主は約4年前に一人島に残されたスコットランド人の船員アレキサンダー・セルカークであった。ロジャーズの日記によれば、セルカークは野生的な顔立ちでヤギの皮を着ていたといい、また、衣類と、シング、マスケット銃、火薬、弾丸、タバコ、長男、ナイフ、夜間、聖書、本を所持していたと記している。 セルカークはロジャーズに救出され、彼の部下になるが、実は彼は、かつてダンピアに反乱を起こして、彼を追放した船員たちの一人であり、今度は、かつてのボスの水石案内人として船団に、参加できることを喜んだ。セルカークは、デューク号の船員となり、後には遠征隊が打破した船の指揮を任された。ロジャーズの部下たちが襲撃したグアヤキルの町にて、 スペイン人女性たちから宝石を見つけ出そうとしている場面戦7 0 9年2月14日にファン・フェルナンデス諸島を後にしたロジャーズたちは多数の小型船を打歩、略奪し現在のエクアドルにあるグアヤ・キルの町を襲撃したロジャーズが同地の総督と交渉しようとしていた時町の住民たちは貴重品を隠していたロジャーズが得ることができた町の身の代金は ささやかなものであったために一部の部下たちは不満を募らせ貴重品を探して最近亡くなった住民の墓を暴くほどであった。これは結果として船内に感染病をもたらし6人が死亡した。グアヤキル出港後、船団はサイモン・ハトリーが指揮していた打歩船の一つと連絡が取れなくなり捜索が行われたが無駄に終わった。実は ハトリーと彼の部下たちはスペインに捕らえられていた。その後のハトリーの太平洋での航海、冒険はセルカークのように文学の題材として扱われ、ハトリーの名を不朽のものにした。嵐に見舞われた戦場において、より良い風を期待してアホードリを打った出来事は、サミュエル・テイラー・コールリッチの老衰不行の有名なエピソードとして引用されている。船員たちはますます不満を抱き、 ロジャーズや幹部たちは新たな反乱が起こることを恐れた。この緊張はメキシコ沖で貴重品を積んでいたスペイン船、ヌエストラセニョーラでラエンカルナシオン・ワイデ・センガの号を打破したことで払拭された。この戦いでロジャーズは顔に傷を負った。一方ではエンカルナシオン号に同伴していた武装がリオン船、ヌエストラセニョーラでベンゴナ号は取り逃がし、デューク号とダッチェス号はダメージを負った。 その後、経験の浅いドーバー船長に打破したエンカルナシオン号の指揮を任せることになったのは、ロジャーズとしては不満のあるものであったが、セルカークを航海士につけることで、この決定に至ったのかもしれない。死略船は2隻の打破船を伴いながら、太平洋を横断した。その後、遠征隊はグアムで補給を行った。同地は当時スペインの支配地であったものの、 住民たちに心から歓迎された。また、現在のインドネシアにあるオランダ領バタビア港にも寄港し、そこでロジャーズは、郊外からマスケット弾を取り除く手術を受け、また、二隻の打歩船のうち、対抗性の低いものを処分した。しかし、このオランダ人との取引は、イギリス東インド会社の独占権を侵害するもので、あり。 帰国後に問題となった1711年10月14日、船団はテムズ川に到着し、イギリスへの帰還を果たした。これは、最初の船や船員たちをほぼ失わずに、世界一周を果たした快挙であった。しかし、戦術のオランダ人との取引によって訴訟が起こされ、出資者たちは東インド会社に6000ポンドを和解金として支払う羽目になった。 これはロジャーズが遠征で持ち帰ったものの約4%に相当する。そこからさらに出資者たちに約2倍の金額となる配当金を渡し太平洋の戦いで弟を失い自らも負荷で負った後悔によってロジャーズ自身が得たのは1600ポンドに過ぎなかった。この金額はおそらくロジャーズがそのままイギリスに泊まって稼げた金額よりも少なくさらには 彼が不在の間に家族が作った借金の返済で完全になくなってしまった。しかしながら、その長い航海とスペイン戦の打歩は、ロジャーズを国民的英雄に押し上げた。ロジャーズは航海の記録をまとめたものを、エクリュージング・ボエジラウンド・ザ・ワールドと題して出版した。この出版に先立つこと数ヶ月前に、 ダッチェス号の高級船員であったエドワード・クックも Avo It's the South Sea and Round the World と題した冒険記を出版していた。これらはロジャーズの方が測るに成功を収めたが、この理由としてクックは停止していたセルカークの救出のエピソードが多くの読者を魅了したためであった。このセルカークのエピソードに興味を持った読者の中には、 ロジャーズの友人でもあったダニエル・デフォーもいたと考えられており、後に彼の代表作、ロビンソン・クルーソーの物語を執筆したと推測されている。ロジャーズの著書は経済的な成功を収めたが、実は本来の目的はイギリスの公開士や入植者を支援するという実用的なものであった。ロジャーズが紹介した多くは内容貿易の推進に費やされている。 ロジャーズは南洋にイギリスの植民地があったのならば、船員たちの食料の心配をする必要もなかったで、あろうと述べている。書籍の内容の3分の1は、彼が探検した場所の詳細な説明に費やされており、これは特に我々の貿易を拡大するために最も役立つで、あろう場所に重点が置かれている。その衝突された中には、 現在のアルゼンチンとウルグアイにまたがるラプラッタ川の流域も含まれているが、これはまだ金融スキャンダルが起こる前の南海会社の事業展開範囲内にあったためである。ロジャーズの本は、ジョージ・アンソン・提督やジョン・クリッパートン、ジョージ・シェルボックといった南太平洋で活動する公開士たちにも読まれた。ブリストルにあったロジャーズ邸の跡地にあるプレート帰国したロジャーズは、 経済問題に直面することとなった。ウィリアム・ウィート・ストーン卿が亡くなり、死略戦での事業損失を補填できず、家族を養うためブリストルの屋敷の売却を余儀なくされた。さらにロジャーズは200人以上の船員たちから遠征利益が公正に分配されていないとして訴えを起こされてしまった。本による印税収入を持ってさえもこれらの困難を克服するには至らず、 最終的に破産を余儀なくされた。ロジャーズが帰国してから1年後に妻サラとの間に4人目の子供が生まれてはいたが、これは入児期に死亡し、妻とは間もなく永久に離別することとなった。ロジャーズは破産状況から脱却するため、今度は海賊を標的とする遠征を企画した。1713年、ロジャーズは今回はイギリス東インド会社の許可を得るという形で、 マダガスカル島で奴隷を購入して、オランダ領東、インドに連れて行くという表向きの遠征について指揮した。ロジャーズのもう一つの目的は、マダガスカルの海賊たちの情報収集であり、彼らを滅ぼすか指揮下に収め、将来的なマダガスカルの植民地化を狙うことであった。マダガスカル島周辺の海賊や海賊船について、情報収集したロジャーズは彼らのほとんどが島に、 定住していたことを知り、そこで多くの海賊たちを説得して、安城王の慈悲を求める署名活動を行わせた。このため、この遠征は非常に有益であったものの、1715年にロンドンに戻ってきたロジャーズの提案に対し、東インド会社は少数の海賊よりも植民地化して島の利権を独占してしまう方がリスクが大きいとし、難色を示した。 そこでロジャーズは今度は西インド諸島に目を向けた。彼の交友関係には1714年にアンジョ王の後を継いだ新国王のジョージ一世の顧問になった者が何名かおり、それを利用することで植民地利益の分配と引き換えに海賊が抜古していたバハマの管理を国から任されることになった。当時のバハマ植民地はバミューダ総督の言葉を借りれば政府の いかなる形跡もなしであり、現地は悪名高き者ともの創屈であった。ロジャーズが管理を委任されるまで、形式上の領主がいるだけで、現地には不在であった。ロジャーズが委任された契約では、ロジャーズが設立した法人に対し、領主よりその権利を21年間対応するという、ものであった。1718年1月5日、1718年9月5日、 までに降伏すれば、すべての海賊行為を赦免するという後に、王の恩赦として知られる布告が発せられた。同時に植民地総督や副総督には恩赦を与える権限も与えられた。翌1月6日に、ロジャーズは、ジョージ一世によって、正式に遠征隊の総司令官及び、植民地総督に任命された。しかし、彼はすぐに、 新しい認知に向けて出発したわけではなく、7隻の船、100人の兵士、130人の入植者、また彼らの食料といった物資の準備に費やされ、その中には海賊たちを転校させる際に、彼らの道徳観に訴えられると信じて作成した宗教的なパンフレットもあった。1718年4月22日、英国海軍の3隻の船を伴った遠征隊は、 テムズ川を出港した。チャールズ・ベイン遠征隊は1718年7月22日に海賊共和国と呼ばれたナッソーに到着し、海賊、チャールズ・ベインが指揮する船を奇襲して打捕した。交渉失敗後、ベインは打捕された、フランス船を焼き打ち船にし、軍艦に衝突させようとした。この試みは失敗したが、軍艦はナッソーの港の生誕に強制的に押し出される。 形となった。この隙にベインたちは町を襲撃し、地元の有能な船員たちを確保できた。ベインとその手下たちは小型のスループ船で港の東部の狭い出入り口を通って脱出を果たした。海賊たちは罠から逃れることができたものの、ナッソーとニュープロビデンス島はロジャーズの支配下となった。当時の島の人口は恩赦を受けた約200人の 元海賊たちと近隣のスペイン植民地から逃亡してきた数百人の亡命者たちで構成されていた。ロジャーズは現地政府を組織するとまだ受け入れていなかった島の海賊たちに王の恩赦を与え、また長年の海賊の支配で衰退していた島の要塞の再建に着手した。ニュープロビデンス島に着任して1月も経たないうちに、ロジャーズは二重の危機に直面した。 一つは、ベインが黒ひげと知られるエドワード・ティッチと協力して島の奪還を予告する脅迫状を送ってきたことであり、もう一つはスペインがイギリス人オバハマより排除しようとしている計画であった。ロジャーズの遠征隊はさらなる危機に見舞われた。まだ多くの者は無事であったとはいえ、原因不明の薬病によって遠征隊員の100名近くが亡くなった。 待機命令を出すことができず、英国艦3隻のうち2隻は、ニューヨークに向かって出港してしまった。スペインの総督との和解交渉のために、ハバナに送られた船は、途中で乗組員の反乱が起きて海賊に転向し、到着しなかった。ついに3隻目の英国艦も9月中旬に出港してしまい、艦長は3週間後に戻ると約束していたが、それを守るつもりは、 全くなかった。要塞の再建作業はゆっくりと進んだが、地元民の協力は消極的であった。1718年9月14日、ロジャーズはベインがナッソーの北約120マイルのアバコ近くのグリーンタートル島にいるという知らせを受けた。ニュープロビデンス島で恩赦を受けた海賊の何人かがベインに加わるために船に乗ったと聞き、ロジャーズは 元海賊船長であるベンジャミン・ホーニーゴールドと、ジョン・コックラムを部下たちと共に派遣して、情報収集に当たらせると同時に、可能であれば、ベインを戦場に引きずり出すことを命令した。数週間が経過し、何の音沙汰もなく、彼らの生存の期待が薄れてくるとロジャーズは、戒厳令を出し、全住民に、要塞の再建作業に着手させた。その後、元海賊たちは、 帰還を果たした。彼らは、ベインを殺す機会に恵まれず、戦場に引きずり出すこともできなかったが、一隻の船を打破し、多くの海賊の捕虜を連れ帰ってきた。その後もホーニゴーレドは、ハバナへの派遣中に海賊に転向した船の奪還命令を受け、現地へ向かった。彼は、ジョン・オーガー船長を含む10人の捕虜と3人の死体を携えて帰還した。 同年12月9日、ロジャーズは、ーニゴールドが捉えた10人を裁判にかけた。うち9人が、有罪判決を受け、3日後には8人を公主刑に、処した。死刑囚の一人、トーマス・モリスは、死刑の直前に公主代において、俺たちの総督は素晴らしい。だが過熱だと叫んだ。この処刑は、島の住人たちに恐怖を与え、クリスマスの直後には、数人の島民による、 反乱計画が持ち上がったが、ほとんど支持を得られなかった。ロジャーズは計画の首謀者たちを、鞭打ちの刑に処すと、これ以上は無害として釈放した。1719年3月16日、ロジャーズは、イギリスとスペインが、再び戦争状態に入ったことを知った。要塞の再建にさらに力を入れ、遠征隊のスポンサーから支払われることを期待して、 それら必要物資を掛け取引で購入した。5月にはスペインはナッソに進攻艦隊を差し向けていたが、フランスがペンサコーラを占領したために艦隊の行き先はそちらに変更された。この結果、ロジャーズはニュープロビデンス島の要塞化と補給の時間を稼ぐことが可能になり、スペイン艦隊が到着したのは1720年2月24日になってからであった。 スペイン軍は防衛網を警戒して、ナスソーの港に面したパラダイス島に上陸したが、ロジャーズの軍隊によって追い払われた。1720年には、ロジャーズの統治を脅かす外部の脅威が消滅した。スペインはイギリスと講和し、スペインによるバハマへの脅威は取り払われた。ベインはナンパして、米諸島にて逮捕され、その1年後にはジャマイカで、 公主系に処されて二度と戻ってくることはなかった。しかし、これらによって、総督としてのロジャーズの困難が終わったわけではなかった。ニュープロビデンス島の防衛予算は大幅に不足し、本国イギリスからの援助は受けられず、商人たちもロジャーズに対する、さらなる貸し付けには応じなかった。健康を害したロジャーズは療養のために、サウスカロライナ州チャールストンに6週間滞在した。さらには、 ニュープロビデンス島での対立が発展して、英国間フランバー号のジョンヒルデスリー艦長と決闘を行い、負傷した。ロンドンからの支援や連絡がないことに不安を覚えた。ロジャーズは1721年3月にイギリスに向けて出港した。3ヶ月後に到着すると、新しい総督が任命されており、彼の法人は生産されてしまっていた。このため、 ナッソーで契約した債務は、ロジャーズの個人債務になっており、この借金のために投獄されてしまった。ブリティッシュコロニアルヒルトンナッソーホテルにある、ウッズ・ロジャーズの造政府も、かつてのパートナーも、借金の代理返済を拒んだために、ロジャーズは、債権者に同情されて、借金を免除され、ようやく刑務所から解放された。しかし、ロジャーズは、 自分の身の回りの憂鬱な見通しに戸惑ったと心境を書いている。1722年、または1723年にロジャーズは海賊の歴史を書いている男に声をかけられ、彼に情報を提供した。その結果、キャプテン・チャールズ・ジョンソンというペンネームで出版された a ー e n e r a l History of the r o b e r ザ s and Murders of the Most のオトリアスパイラッツは大西洋の両岸で、 大ヒットを記録し、ロジャーズは二度目の国民的英雄としての地位を獲得した。再び世間の注目を集めたロジャーズは1926年に国王への金銭的な救済を求める誓願に成功し、ジョージ一世により1721年に遡って年金の受給が決定した。さらには1728年10月22日にジョージ一世の息子で、 次期国王となったジョージ2世により総督への再任を受けた。総督に復帰したロジャーズの2期目の期間においてバハマが外部勢力によって脅威にさらされるようなことはなかったがその職務には困難があった。ロジャーズは島の防衛強化とその予算のための地方税の導入を起としたが彼が罷免されていた間に設立されていた議会はこれに反対し ロジャーズは議会を解散させた。これら清掃はロジャーズを疲弊させ、健康を害したために1 7 3 1年の初めに再びチャールストンにて療養した。同年7月にバハマに戻ったが、健康は回復せず、翌1732年7月15日にナッソーにて死去した。53歳没。ナッソーの港通りにロジャーズの名が残っている。 海賊は追放され、公益が回復したは、1973年にバハマが独立するまで、同地の兵語のままであった。アザー、ありがとうございます。